すいません、最高最高最高今からお参りして、その後おみくじ引きに行きますね。お参りしてきました。願ったけど、なんかちょっと早口になっちゃって、うん、最後なんか意味わからんこと言っちゃった意味わからんこと住所言った。名前も言った私春菜に言われてから住所言うようになった。あー、もうこれで願い届くよマジで。うちは大丈夫だ、うちは安泰ってことで。安泰よかったよかった。40番見ます。わからん。いや、末小吉刻まれてるわ。微妙食入れた余計忘れた。おい、危ねえ。はい、吉いや、すごいよ。財産も地位も手に入るようになるでしょう。だって最高じゃんよかったね。今月あとちょっとえ、でもこれ一生の占いじゃない？そう、占いなの。え、今の占いじゃないの？え、違う、一生だよ。一生分の占い？多分。もうやったこれ。一年分か。もう次おみくじ引くまで。うん、まあ。とりあえずなんか焦らず頑張ればいい感じって感じ。焦らず頑張ります。はい。素敵道なんだけど。可愛くね？可愛い。クリームあんみつ食べたい。ピンクだったけどここ食べる場所だって。そういうことか、治安悪い。ジューシーなメンチカツ食べたことない。美味しいよね、うん、あっごちうまい。ほらジュ肉汁すごい、うん、うまい。玉ねぎが甘いんだ。でか、顔じゃん。でかいよ。
うまい、うん、うん、うまい、赤うまこれなんかでっかいからね、2人でシェアしたぐらいがなんかちょうどいいけど、うん、切ってくださいって言ったらね、うん、2つに切ってもらえるっぽい、うん、優しい、うん、もちもちもち、かわいい、かわいいじゃない。いただきます。いただきます。なんかマンゴー、イチゴ、抹茶、こしあん、イチゴ、なんだろうねこれ、イチゴ、でもいちごミルク、ミルク、いちごミルクだ。美味しそう。いただきます。うん、うまっ、うん、うまい、もっちもち、うん、いちごだ。マンゴー美味しかった。普通にうまい、ミルクもうまい、ミルクうまいわ、うまい、微妙にイチゴが乗っとるのがさ、しょっぱくて、しょっぱい、しょっぱくてうまい、眺めやば。ということで今いろいろ食べてきたんですけど、そう、予算1000円でお互いにプレゼントを、まあ、制限時間15分、うん、でまたここ集合ね、はい、で買ってくるっていうやつです、うん、テーマは、思い出に残るもの、はい、今日の思い出になるもの、はい、で行きます、はい、ということで行ってきますか。バイバーイ。すいません、やめろ。何が分かったか。調子はどう？あと1個買ったら終わり。え、私も。じゃあまたな。バイバイ。バイバイ。はい。どうぞ。あなたへのプレゼント。ありがとうございます。あ、落ちてなかった。来ます。よかったって本当に。マジで焦った。店員さんからなんかこのお盆でもらって、どうしよう、これ飲まなきゃいけないのみたいな。後ろにいた、横で飲んでくださいって言われとって、でなんか気まずそうな顔して、どうしよう、後ろ向いてポッターとしたら気まずかった、うん、うまっ、うまい、甘い、飲んでみ、うん、久しぶりに飲んでみよう。あ、うまっ、うん、美味しい、これうまいね、うん、当たりだわ。よかった。もう団子買うお金はなかったから。カノの好きなものと今日の思い出のものにしたんだけど。私もそうだよ。好きなものと思い出。あ、じゃあいいかも。じゃあマッチかも。うん。美味しかった。じゃあ春菜にお渡しする。全部で、ね、3つあります。え、そんなに？これ。食べながらで、じゃあさっきの梅の揚げまんじゅうが1個目。あ、1個目ね。これはなんか残りの金額で買えそうなものを見つけたから買っただけで、2個目、こちら、これも安くいいから買っただけ。うーん、七味のせんべい、あなたが好きな、うん、で、もう1個、好き？ああ、よかった。嬉しい。ありがとう。嬉しい。
最後です、こちら。まだあんの？これが最後。あ、かわいい、かわいい。おみくじも引いた、この雷門のキーホルダー。え、これおみくじ本物？飾りじゃない？わかりました。いただきました。以上です。ありがとう。はい、じゃあまず、はいはい、大きな入ってんの。5個目は、はい、こちら。あー、でもこれね、ワクワクするね。ええ、かわいい。マグネット筋の、え、めっちゃいいやん。冷蔵庫につけてほしいな、ね、みたいな。かわいくね。嬉しい、嬉しい、かわいい。よかった、いい感じ。好きだし、うん、寿司がいい、嬉しい。じゃあ次、はい、もう次最後です。はい、せーの、じゃん。5円玉ありました。ここに5円玉ありました。ミニカメみたいなのに。可愛くないこれ。可愛い、じゃん。金運も木が、しかも手作り。そうなの、うん、手作りって書いてある。ほんとだ、え、嬉しい。え、よかった。自分じゃ買わんから嬉しいね。え、いい。え、よかった、交換会。よかった、失敗したかと思った。石より、石より石買おうか迷った。まあ石も別に嬉しかったと思うけど、全然いい。えー、よかった。え、かわいい。これ使って、なんか リンリンこれもっと芋感でこんな芋感出る。中学生みたいな。え、いいじゃん。はい、ということで浅草ツアー以上です。楽しかった。うん、何時間やった、忘れた。え、もう忘れたよ、ずっといたよ。いろんなの食べたりとか、うん、すごい満喫できました。はい、ということで今日の動画も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。